いやあ、すごいね。ここまでたどり着いた人間は初めてじゃないかな。千年間で初。さあ、それ魂だの、不空なんとかだの、そういうの全部嘘だから。え、というか方便だね。島の秩序のため宗師が作った。この島は命の実験場だから、君や他の奴らも皆実験過程で生まれた単なる試作品なの。そんな。そして島に来る人間たちは差し詰め研究材料。こいつらは教師。僕が人間で作ったんだ。人間で作った？そう、元は島に来た人間。いじるのが好きでさ、ついついこうして遊んじゃう。なんか笑えるだろう。でも人間の本来の使い道はこれじゃない。質のいい人間は単にする。単、戦役のことですね。戦役？ここに来る人間たちはここみんな同じことを言うね。不老不死の戦役、落ち水、時軸の家具の実。でもさ、悪いけどその手のものはここにはないよ。炭は僕らには不可欠だけど、ただの人間が飲んでも受化するだけ。宝庫や花人間は不死に近いけど不老じゃないし、そういうの仲間が研究してるけど完成はまだ先かな。どちらにしろご期待の代物はこの島のどこにもない。戦役もない。じゃあ彼はどうなるの？戦役がないとご免状も手に入らない。というわけで君らの旅路は終わり。おとなしく僕についておいでよ。いろいろいじくってみたいから。忍法変わり身。どんな化け物でもこれだけやれば死ぬでしょ。あとは手下だけど、なんかぼーっとしてるね。今のうちに離れよ、サーギリ。あ、はい。さっきは助けてくれてありがとう。私逃げたのに。戦役のことショックだった？わかる。でもね、最優先は目先の命。命さえありゃ後でどうにでもなるから、まずは命の確保を考えよう。切り替えて、今走る。あ、はい。センタも早く。あ、はい。いい女だ、素質があるよ。でも惜しいな。教師は手下じゃない。僕のおもちゃなんだ。ほら、笑えただろ。避けたか。目がいいね。というより君、タオが見えてるだろう。タオって単語は初耳だけどね。私の古巣じゃ切って言ってたし。でもまだまだ使いこなせてない。せっかくだから僕が手ほどきを。待ってください。彼女の生死に関わることなら僕を通してもらわないと。僕の仕事なので。他の二人も素質はありそうだけど、その程度なら別にいいや。忍びの君、タオの扱い方を僕が教えよう。才能があれば防虫術か。良質な炭になれ。いきなり本命引いちゃいましたね。ねえ、うるさい。センタ殿が刀を抜くなんて、ましてや罪人のために。何か特別な思い入れがあるのかしら。忍びの子以外興味ないから、ちょっとどいてて。サギリ、ほっときなよ。あんなの今のは遠当て。タオを集めて飛ばす技だけど、普通の人間には習得できないから忘れていいよ。君にはもっと基礎から覚えても。あれ、邪魔するなよデブ。僕に話を通せと言ったはずです。それに。そうよ、邪魔よ。何しても死なないってんならありったけ試してあげる。忍法、念し。
飲んだ薬物を体内で代謝して分泌する私の忍術。これは妖怪性の蛇毒。忍法蜜蝋からの忍法仙山香。君のそれやっぱりタオの応用だね。毒液を代謝してる時点で常人じゃないし、でもただ曖昧に扱ってるだけ。もっと練り方を学んだ方がいい。目さえ作らせなければ正気を探れます。なるほど、いいよ。じゃあこのままやってみようか。薬破産こそ。タオは感覚、衣のようにまとうことであらゆる方向から感じ取れる。使いこなせなければ所詮人の領域、僕らには遠く及ばない。さて蓬莱にようこそ。こんな化け物どうすれば。宝子さん、何か天仙様に弱点はないのですか。彼は神だ。これが天罰なら私は受け入れる。心中はお察しします。でもこのままでは皆殺され、姉さんにも会えなくなるのですよ。何でもいい、手がかりは。さっきの変わり身ってやつ、あれもタオの応用だね。しかも僕と同じ属性。面白いな、独自の修行でも法術に近づけるんだ。じゃあそろそろデブ殺して。おっと、立ち直りが早いね。でも君じゃ何もできない。タオの量が涙もの。相手は動きを、意志を読みます。はい、でも意志のない軌道ならば。そのまま丹田を切り裂けろ。言い伝えでは、タオは丹田から生み出され、全身を巡り再び丹田に戻る。そこを立てば必ずや。惜しいけど君じゃ無理だってば。まずもってタオの総量が少ないよ。それじゃどこ切ったって再生しちゃうよ。っていうか忍びの子含めて、ここに僕を殺せるほどタオを使いこなせてる人間なんかいない。近づいて確信しました。やはり同じでしたか。うん、やはり動きは読まれる。なんだ今のは。タオの大きさは精神に左右されるが、瞬間的に発揮するタイプか。だが重要なのはそこじゃない。この女まさか。譲り破産。分かってる、あの傷再生してない。彼に近づいた時、独特な気配を感じました。あれがタオであるなら、私はその切り方を知っています。ガビマルにも同じ気配を感じる時があるから。あるいは備前のダイダラボッチ六郎太にも。その二人はタオを使っていたのですか。推測ですが、敵に傷を与えるには一定以上のタオが必要。サギリンは呼吸法で一時的にタオを高められるのね。でもそれだけじゃない、天線が再生できない理由。ここは私に任せてください。珍しい類のタオ、しかも僕にとっては毒か。最高だ。どんな作品になるだろう。それとも僕を殺してくれるかな。待って、サギリさん、敵は強い。3人で連携しましょう。宝術土の戸の井夜景。消えたんじゃない、タオを極限まで薄めて認識できなくさせたのよ。私の変わり身と同じからくり、今のうちに切って。心を
生と同その両立に。教師、忍びの女を殺せ。ありがとう戦闘連携ですから。連携連携、ありがとう戦闘。はい、立ち筋は読めるし、一呼吸間があって避けやすいよ。この呼吸消耗が激しい、体が持たない。なかなかいい連携じゃないか。今なら甘いな。飛んだ。砲術、土の絵のいい空景。大気中の塔に干渉し操れば宙に足場も作れる。まあ確かに仕組みを知らぬ者からすれば神に等しいかもね。これもタオの応用戦術、鈴刺し。こんなのもう手に負えませんよ。センタ殿、私が動きを止めるからサギリン切って。前向きですね。普通でしょ、こんなところで死ぬ気ないし、マジないし。無駄だって。ゆずりは避けないの。死ぬよ。降りてこいよ神気取り。私の人生を邪魔する奴はぶっ殺す。本物の神でもぶっ殺す。サギリン今。はい。鬱陶しいな、あの女。さすがユースリハさんです。これなら再生関係なく動けないでしょう。まさか一緒に切られる気。皮一枚でお願いしますよ、サギリさん。お任せください。動かないね。思ってた通り弱点だったんじゃない。賭けでしたが、二人の勝利ね。僕は。宝子さん、ジュカはまだ大丈夫みたいだ。よかった。こんな化け物が他に6人もいるなんて。謎の妖術タオ、宝子さんから聞いていた以上に人知を超えた力だった。この異様な疲労は何？天仙様は本当にあんなにあっさり倒せたの？ねえ、お、これこんなに花咲いてたっけ。ゆずりは！いや、おい、いやい。殺す？殺して。ユズリハ、どうすれば。今からもう一度こんな怪物と戦うの無理でしょ。もう